ハスダサービスエリアは、下り線が埼玉県ハスダ市黒浜に、上り線が道志川島にある、東北自動車道のサービスエリアである。ハスダスマートインターチェンジを併設する。東北自動車道下り線最初のサービスエリアであり、東北自動車道上り線最後のサービスエリアでもある。ハスダサービスエリア旧上り線東京方面からの、 最初の休憩所であり、駐車場の狭さと相まって常時混雑が激しいサービスエリアの一つ。近隣の岩月 IC、区域インターチェンジまで若干距離がある上、岩月 IC 付近では慢性的な渋滞が見られることから、スマートインターチェンジが2012年2月4日に共用開始したが、近隣住民からは交通量の増加による公害などが懸念されている。 このスマートインターチェンジ設置の内容と住民の反対運動は TBS テレビの噂の東京マガジンで放送された。なお、上り線線大方面からの出口と下り線線大方面への入り口は設置されていない。下り線のスマートインターチェンジ通過の際はサービスエリアの利用はできない。上り線は移設前は通過直後のガソリンスタンドのみ。 利用可能であったが、工日の通りサービスエリアが東京寄りに移設したため、間接的にすべてのサービスエリア施設が利用可能となった。ハスダシクロハマ地区にあったハスダイス A の駐車場の収容能力は上下線を合わせて約400台であり、他の東京近郊のサービスエリアに比べて狭く、駐車場は慢性的に満車状態であった。そのため、 そこから南に 2.5km のハス出し、川島地区に、上り線専用の新たなハスダイス A の建設工事が2015年2月より、始まり、2019年7月29日にオープンした。旧上り線 SA と比べて、駐車台数が約3倍、商業施設の規模が約2倍と大きく拡張し、ネクスコ東日本最大級の施設となっている。 上り線 SA には一般道側に93台の駐車場があり、さらに、蓮田駅からのシャトルバスも運行されている。なお、スマート IC は移転していない。蓮田市黒浜地区にあった上下線の蓮田 SA は下り線専用となり、今後旧上り線と下り線それぞれの SA 間を2本の橋で連結する予定。二千十二年に設置されたスマート IC は、 上り線東京方面への入り口と下り線東京方面からの出口の2カ所しか設けられていないため、ハスダ氏は上り線移設に合わせて、上り線仙台方面からの出口と下り線仙台方面への入り口の設置を東日本高速道路に要望し、2019年9月27日付でスマート IC の古化が国土交通省より新規事業化された。 現在、旧上り線 SA に設置されている、上り線入り口は、フル IC 化と合わせて、現上り線 SA に移設される予定となっている。出店、蓮田サービスエリア下り線側施設出店、蓮田スマートインターチェンジは、蓮田サービスエリア上に併設されている、スマートインターチェンジである。入り口付近、蓮田スマートインターチェンジに関するカテゴリー。ありがとうございます。